ルーホンラー・ホメーニー。アイアトンラー・ルーホラー・ホメーニー。1902年9月24日から1989年6月3日は、イランにおけるシーア派のジュニイマーム派の精神的指導者であり、政治家、法学者。1979年にパフラビー皇帝を国外に追放し、イスラム共和制政体を成立させたイラン革命の指導者で、以後は、神聖。 イランイスラム共和国の元首である最高指導者として、同国を精神面から指導した。ルーホンラーホメーニーは、言語での発音に近いカタカナ表記で、比較的新しい表記法。日本では、本人存命中から今日に至るまで、外務省や新聞、報道は一貫して、ホメーニシ、アヤトラホメーニシなどと表記しており、死後でも一般には、このホメーニシの方が、 より広く知られている。千リアルから五万リアルの六種類の紙幣にその、肖像を見ることができる。ホメーニーは、1902年に、イラン中部のホメインの町でシーア派、第七代イマーム、ムーサーの子孫を称する、サイード、預言者、ムハンマドの直系子孫の家系に生まれ、当初の名を、ルーホンラー・ムーサー B と言った。後に、ホメイン出身のものを意味するホメーニーを名乗る。 ホメーニーが生後5ヶ月の時に法学者であった父親が地元の人間により殺害され母親とおばたちによって教育を受ける16歳の時に二人とも亡くなりその後は兄に教育を受けた幼い頃に亡くなった父に習いアラークで学んだ後に彼もイランのシーア派の聖地ゴムでイスラム法学を治めシーア派の上級法学者を意味するアイアトラーノ 称号を得た。これらの教育や研究の中で生きることの本義は簡素、自由、公共善にありという信念を確かなものとし、自分の人生においてもこれを実践するとともに、人々に呼びかけた。そして第二次世界大戦中の1941年頃から、モハンマドレザーパフラビー皇帝の独裁的な西岡政策に対する不満を表明する。 その後1963年に皇帝が宣言した白色革命の諸改革に潜むイラン皇帝の独裁的な性格を非難、抵抗運動を呼びかけて逮捕される。この時は釈放されるものの政府批判を続け、翌年1964年、ついにホメーニーの国民への影響力を恐れたパフラビー皇帝から拉致され、国外追放を受け亡命した。この 白色革命を含む皇帝の政策は、石油のアメリカ合衆国やイギリス、日本などへの輸出による、豊富外貨収入を背景にした、工業化と西欧化を中心に据えたものであるものの、西欧的で、世俗的なだけでなく、多分に独裁的な性格が強く、さらにイランの内情や国民の生活を顧みない急激な改革を行ったために、貧富の格差が増大した。 これらのことに国民は反発して抵抗運動が起きた。ホメーニーはこの運動のシンボル的な存在だった。その後、トルコに滞在した後にイラクのシーア派の聖地ナジャフに移ったホメーニーはイラン国民に改革の呼びかけを行う一方、ここでシーア派のイスラム法学者がお隠れ、外話中のイームに代わって、シントの統治を行わなければならないとする。 お名に以前からあったシーア派の理論を、さらに発展させた、法学者の統治論、ベラヤティファキーフを唱えた。このイラク滞在時に長男が突然死しているが、パフラビー皇帝の、砂漠による暗殺とみられている。1978年に、イラクを離れ、フランスに亡命してからも、一貫して国外から、イラン国民へ皇帝への抵抗を呼びかけ続けた。 1979年1月16日、ホメーニーが亡命先のフランスから糸を引いた反対性運動の高まりに耐えかね、皇帝とその家族がエジプトに亡命。これを受けて、ホメーニーは2月1日に亡命先のフランスから15年ぶりの帰国を果たし、直ちにイスラム革命評議会を組織した。2月11日、評議会は、 ハーレビー皇帝時代の政府から強制的に権力を奪取し、唯一の公式政府となると、イスラム共和国への移行の是非を問う国民投票を行い、98%の賛意を得た。4月1日、ホメーニーは、イランイスラム共和国の樹立を宣言し、法学者の統治論に基づいて、終身人気の最高指導者、国家元首となり、任期4年の大統領、 行政府の長も指導しうる、文字通り同国の最高指導者となった。この一連の動きを、イラン革命と呼ぶ。新政権は、その発足直後から、イランアメリカ大使館、人質事件や、イランイラク戦争などの外交危機や戦争、バニーサドル大統領と、議会多数等のイスラム共和党の対立など、様々な危機的状況にもまれたが、革命イランの最高指導者としてホメめにーは、 諸政策に強い影響力を持った。ホメーニーは政治、司法、文化をイスラムに基づいて構築し直すことを目指しが、当初はある程度は現実に合わせたイスラムを考えて、改革的な政策も施行していた。ホメーニーは革命中は、かつてのシーアハイマームたちの殉教を非抑圧者、モスタズアフィーンの抵抗の象徴とし、 皇帝の独裁に対抗するシーア派社会主義の理念を取り入れ、この革命をイスラームに基づく非抑圧社会法と主張した。この主張によってホメーニーは元来社会主義の支持者だった貧困層や世俗的中産階級からも支持を取り付け、革命を達成した。しかし革命達成後は一転して、世俗主義者や社会主義者をイスラームの敵、 パーフィルとして弾圧するなど、事実上の宗教独裁体制を敷いた。さらに1988年に発表された、イギリスの作家サルマンラッシュリが、ムハンマドの生涯を題材に書いた、小説、悪魔の歌を冒涜的だとして、1989年2月14日に、著者のラッシュリ、及び発行に関わった者などに対して、死刑を宣言するなど、強権的な姿勢をさらに強め、 イスラム教国を含む世界各国から強い反発を招いた。日本語役者が殺害されたが未解決。1989年6月3日死去。86歳だった。最後の言葉は明かりを消してくれ、私はもう眠いだった。イラン最高指導者の職はアリー・ハーメネイが継承した。葬儀の際には棺を移送中に 取り扱いの不手際で棺の蓋が開いて遺体が落下。これを見た一部の参会者が、ショックで卒業する一方で、多くの参会者はその衣服や体の一部を、生物として、もちろんとその遺体に殺到。これが暴徒化して、大騒動になった。現在は、テヘラン南部のホメーニー病に祀られている。ホメーニーの著書、イスラム統治体制、法学者の統治論は、 イスラムに基づく国家と社会のあり方について述べているが、本書の理念は、イランイスラム共和国憲法の基本原理として盛り込まれ。法学者の統治論は12イマーム派の政治理論であり、ホメーニー以前から存在していたもので、ホメーニーはこれを発展させ、イスラム統治体制でイスラム法学者は、イスラム政治体制を樹立、国家権力を持った社会統治を行う。 連帯義務を持っているとした。また、イスラム統治体制では、イスラムの政治体制の目的は、イスラムの法を行うことであり、統治者に必要な条件は、イスラム法学についての知識と指導者としての、公正さであるとし、一般信徒は、無病のイマームに対するのと同じように従う義務があるとされている。そして、イスラム法に厳正に則った統治を行うことで、社会に、 イスラーム的秩序を貫徹させ、汚職のない公平な税収運用を、支配者による、収奪の徹底した、排除、非抑圧者の解放と救済などを達成するよう、といており、彼の主張する、イスラーム的統治によって、君主や、貴族の汚職、浪費、収奪などが批判されたパフラウィー朝とは全く異なる、イスラーム的益社会を実現しようとした。ホメーニーは、君主制。 世襲権力をイスラームの理念に反しているとして否定している。直接にはパフラビー朝を指しているが、ホメーニーはそれまで合議制だったカリフィを、ウマイアけが世襲制したことにシーア派が対抗した事例を挙げることで、シーア派の歴史の中に反君主制、世襲権力という動きを見出そうとしている。ただし、当時シーア派がうまいやけのカリフィ世襲に反対したのは、 予言者の血縁のあり意によるカリフくらいの世襲を目指したためである。1988年初め、ホメーニーは公益にかなうならば政府の霊が伝統的なイスラーム法に優先すると表明した。これは国家の現実にイスラームの伝統的規範を適合させようとする努力であった。また、当時イスラーム法が政府の霊に優先するという伝統的な考え方の 人物も多くいる中での重要な表明だった。同年9月、宗教的道徳に反する使用はしないという条件付きで楽器とチェスの解禁も言った。この時、コムの宗教法学者が権威あるイスラームシーア派の伝承を引用してこのことをホメーニーといただしたが、ホメーニーは現代に適応できない宗教学者の首輝きから脱すべしと、この宗教法学者を悟した。 ホメーニーの次に最高指導者となったハーメネイはその見解でホメーニーの発言や考えにも言及している。以下この見解を参考。イラン・イスラム革命が勝利した際、ホメーニーはもしこの運動に女性の協力がなかったら革命は勝利していなかっただろうと述べ、女性たちが賛同せず、信じなければこの革命が成功することはなかったとの考えを示した。 イラン・イスラム革命では参加者の半数が女性であり、女性は革命の先頭に立って戦い、家庭環境においても女性はその家族に文化的な影響を与えた。ホメーニーは革命時及びその後の革命体制時における女性の役割を、またイスラム社会の完成とその革命的、イスラム的な成熟における女性の地位を非常に大きなものと見ていた。 これには、イラン人女性、イスラム女性が、西側の堕落した文化が築いた道の中で、様々な罠から解放されるための自らの聖なる、戦いを強固な決意で継続することが必須であるとした。イスラーム統治論では、植民地主義者の政策に関する警告もなされている。ここでは、西側の植民地主義者は、300年にあるいはそれ以上、 前からイスラム諸国に進出していたが、自分たちの利益獲得を難しくし、その政治的権力を危うくしているのは、イスラームとその法規範、人々のイスラームへの信仰だとみなしたため、多様な手段を持って、反イスラームの宣伝と陰謀を見したとされている。当時、宗教学委員会で要請された布教者、大学や政府の宣伝機構、印刷出版書における、 植民地主義者の代理人、植民地主義的な諸政府に奉仕する東洋学者たちがこの政策に協力、本来真理と正義を求める人々の宗教であるイスラムをねじ曲げ、異なった形で紹介し、一般の人々に誤った考えを持たせ、宗教学委員会で不完全なイスラムの姿を提示したとする。この理由として、イスラムの活力と革命的性格を奪い、 そしてムスリムたちが努力すること、運動に従事すること、自由を求めること、イスラームの法規範の執行を求めること、ムスリムたちの幸福を保障し人間としての尊厳を保った生活を認める統治、体制を作ること、これらを阻止する意図であるとしている。この例として、イスラームは包括的な宗教ではない。生活に即した宗教ではない。社会。 運営のための諸制度や処方を持っていない。統治方法やその処方を持っていない。倫理性も持つが、生活や社会の運営には値しないと宣伝されていたことが挙げられている。本来のイスラームはもちろん全く異なる極めて政治的な宗教であるが、当時これらの植民地主義者の悪意のある宣伝は効果を上げており、一般の民衆よりも教育を受けた。 大学人や宗教学の方が誤った考えを信じて、イスラムを全く正しく理解していなく、もし誰かが正しいイスラームを紹介しようとしても、人々は簡単には信じようとはせず、逆に宗教学院の植民地主義の協力者が騒ぎ立てるという状況があったとしている。この植民地主義の宣伝が誤っていることを証明するために、ホメーニーは次のように述べている。 公覧において、社会問題に言及した箇所と、社会問題ではなく、個人的次元に属する宗教令の証句の比は100対1以上である。約50巻からなり、全ての法規範を包含する伝承の1セット中、3巻、内し4巻が、宗教儀礼並びに神に対する人間の義務に関連し、また、一部の法規範は道徳に関連しているが、残りは全て社会、経済、 法律、政治、社会運営に関連している。つまり、本来のイスラームは、個人次元の信仰よりも、社会問題により、多く関わるものである。以上のことを述べた上で、若い世代に向けて自分が述べる論題について、研究しながら、イスラムの処方と制度を紹介するために生涯努力し、イスラムがその初めから、いかなる障害に直面し、現在いかなる敵意特難に直面しているかを、 人々に知らせ、イスラムの本質と真実が覆い隠されたままにしてはならない。キリスト教と同じくイスラムも、神と人民の関係、社会と関わりを持たない係についての命令のみの、宗教だと人々が考えないようにしなければならない、と訴えている。また、同著で、ユダヤ人の反イスラーム宣伝に関する記述もある。第3次中東戦争、1967年。 直後の今日ユダヤ教徒が意のままに改ざんしたコーランをイスラエルの占領地で印刷していることを挙げた上で声を上げ人々に気づかせ持ってユダヤ教徒たちや彼らを支援する外国の者たちはイスラームの根幹に反対しユダヤ教徒の統治を世界に打ち立てようとしていることをはっきりさせなければならない我々一部の者の無気力さが原因となって ユダヤ教徒が我々を統治することになるのを恐れると述べており、これらの人々をムスリムたちを脅かす存在として、イランにおいて存在し、宣教活動を行っていることに対して、危惧の念を示している。ホメーニーは、著作において、イスラムの支配下において、異教徒は、一定程度の人権を守られるだけで満足するべきで、あり、政治的権利など与えられないと主張している。著書において、 現代においても地図や徴収、すなわちズインビー制は有効だと主張している箇所がある。パフラビー超下の1962年10月6日に政府が地方選挙において選挙権、非選挙権をムスリムのみに限った条項を撤廃し、バハーイー教徒などにも市民権を拡大させようとした時にはバハーイー教徒を廃墟者として憎をする十二イマーム派の立場から、 同僚の法学者と共に激しい抗議運動を行い、同法を撤回させた。しかし、後に、彼ら、バハーイ教徒が我々、ムスリムを次第に主観させて相互に離反させ、各個人に宗教ミムを明らかにした結果、我々に言葉の違いと混乱が広がった。そして今や、彼らが望むことを何でも、ムスリムたちやイスラーム国家に対して行っていると主張している。著書で、 イスラム以前の時代に関して、アメリカ先住民を野蛮な状態で日々を過ごす、反改革の赤色人、古代の自国であるイランとローマの国家を指して、先制支配、貴族性、差別性の下にあり、専門なる人々の支配下で、人々や法による統治の痕跡はなかったと述べている。イスラム教では、発祥の地であるアラビア半島のこともイスラム教以前の時代は、 ヤーヒリーヤ時代、無知、無明時代とされ、野蛮な時代とされている。イスラエルのユダヤ人に対しては、イスラエルのパレスチナ占領及び、パレスチナ人への抑圧という事情もあって対立する、立場で、イスラームの初期における、ユダヤ人との確執を、反イスラームの戦と陰謀とし、現在のパレスチナ問題に至るまで、この対立が尾を引いたものと認識している。また、 公正なる支配者に関する記述で、ムスリムたちと人類社会を統治する者は常に公的な書面と利益に配慮し、個人的な書面や個人的な愛着には目をつむらなければならないとし、それゆえにイスラームでは社会、人類の利益に反する部族、集団は滅ぼしてきたとしている。例としてムハンマドが暗い座族が腐敗を増やしていたために滅ぼした。 クライザ族虐殺事件ことを拠ている。ホメーニーは、ハット刑に関しても、著書で、その必要性を強く主張していた。例として、ホメーニーは、堕落と表現している婚外性交渉を行った、者に対する百回の無知打ち、未婚者や遺襲打ちよる、死刑、既婚者、窃盗犯に対する人体切断などを挙げている。結果として、 コメーニーが著書で主張した生態のほとんどが、革命イランのイスラム共和制において実現された。イラン刑法はイスラム法体系、シャリーアの規定に沿い、イスラームを帰境した者、婚外性交渉をした者や同性愛者に対する、無打ち刑や投石殺刑などを定めている。また、イスラーム以外の宗教のうち、ユダヤ教、ゾロアスター教、キリスト教は、 当初のホメーニーの主張通りに、ズインミになることは、免れ、憲法でも、その尊重が謳われたものの、政治的権利や、信仰の自由などで、イスラム教徒に対して劣勢に置かれることとなった。また、バハーイー教徒や無心論者は、完全にその存在を否定され、発覚した場合死刑である。ホメーニーには15人の孫がいるが、そのうちの4名が、政治活動を行っている。 最年長のは祖父の掲げた法学者による統治論の廃止と世俗国家化を主張し、聖職者、ウラマーが政治介入する現体制は全体主義も同然として体制転換を主張しており、現在はイラン当局により自宅難禁下に置かれている。アリーは改革派陣営から2008年の議会選挙に立候補したが、 保守派の裏マーで構成される監督者評議会の審査により立候補資格を剥奪された。同じく改革派から立候補した孫娘のザフラーも立候補資格を取り消されている。このため、ホメーニーの孫で現在も政治に関わっているのはただ一人である。その破産も2009年1月31日に行われたイスラーム革命30周年。 記念式典での演説で革命がイスラーム主義者だけではなく左翼や民族主義者など全ての勢力が参加して実現できたとし間接的にではあるが現在の体制に不満を表明したと言われる。また最近は2009年の大統領選挙後の国内騒乱で逮捕された改革派幹部の家族宅を疑問したり国営放送の祖父 ホメニーに関する放送内容があまりに一面的だと抗議するなど保守強行派主導の革命体制に反発しているとされる。このため保守強行派の間には破産に対する不満が存在しており、2010年6月4日に開かれたホメニー死去から21周年を記念する集会ではアフマディ・ネジャード大統領の支持者が破産演説途中に偽善者に死をムーサビーに死を などと叫んで妨害し、破産の演説が中断に追い込まれるという一幕があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。